美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。注目の待機シャトル1枠1番での出走、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、美穂のブルボン。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは美穂のブルボン、アイネス封じ9番、期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル、美穂のブルボン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは美穂のブルボン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはアイネス封じ、3番手には9番その外、並んで18番、5番手に13番琵琶早秀並んできた。それを見るように8番少し後ろから15番、少し離れて5番、その後ろ待機シャトル、その後から2番、16番並んできた。少し後ろから6番、外目をついて7番、さらにその外からは17番、12番続いている。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。一着の的は外しません。待機シャトル前を狙っているぞ。気持ちよく逃げている。美穂のブルボン、まだ一馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあそこから先頭を伺うのは岩早くて行きました。待機シャトル最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは美穂のブルボン。まくって上がってくる待機シャトル、飛び込んできた待機シャトル、2番手争いは待機シャトル、美輪早秀で200を通過。待機シャトル追いすがる、並んでくる待機シャトル、待機シャトル抜け出した。待機シャトル差し切ってゴール、勝ったのは待機シャトル。2着美穂のブルボン、3着美輪早秀。